ボーンと。あれ？ちょっと。やばい。あ、これ、イヤホンで聞くと効果音ってこんなに、何、鳥肌立たせるようなものが来るんだ。すげえ今、ヒュイーンって言っただけで耳元でなんかすごい、ザワザワザワって言われたような感じ、鳥肌が立ちましたけどね。もう、ろれつが回ってないんですよ、最近。酔ってないんですけどね。うん、困ったもので。おうおう。あ、結構怖いな、なんか。ん？うう、だから、キーンって音やめようよ。だんだん奥に誘われて。あ？またこの部屋？ちょっとやっぱ暗いかな？お。あ、眉になった。眉になった。蝶に誘われてますね、眉も。はいはい、どうもどうも。あー、ちょっとウィーリモコンが安定しない。そう、なんだろう、左右にひねると、こう、見渡すことができるんですよね。左見て、右見て、みたいな。そっち側？あれ、ここって前に出てきてたかな？お？向こう側歩いてる。ん？あれ、どこ行った？先着いちゃった？一緒に行きましょう。おお。あれ、ここありましたよね、確か。なんか、前に。暗いな。どこだ、不穏っつったの。あれ、正面じゃなかった。あ、あったあったあった。おお、ああ、怖い。あ、耳元でささやくのやめてほしいよ。まあ、イヤホンしてるから耳元じゃないとね、おかしいんですけど。床に白い本が落ちていた。日記の6ですね。蝶が描かれた日記。お、1ページ目何も書かれてない。この村にいればいつかお姉ちゃんは帰ってきてくれる。一人でも蝶になれるのかな。そうすればずっとこの村にいられる。蝶になったらずっとずっと待ってる。小さい頃約束してたあの場所で。きっときっと見つけてくれる。さえ。あの場所？ストーリーの細かいところをよく覚えてないんですが。今のは下だな。だから、どっから行けばいいんだ？階段も、もう、あ、こっちか。別の階段を、辿っていかないと。あー、もう、わかりづらい。おい、だからもう、環境音。あら、壁に向かって歩いてた。あ、なんかないかな。ないか。ああ。ここ数日随分涼しいですけど、まだやっぱり風がないと暑いですね。こっちじゃなかったですね。反対だった。土地勘なんとかしてくれ。まあこれやったの随分前ですからね。やったやってないっていうので思い出しましたけど、なんか来月にゼロの最新作、そうだ。その話してたんだ。忘れてた。濡れ髪の？お。あー。下手くそ。濡れガラスの巫女？
ていうゼロの新作が出ますよね。いやー、面白そうでやってみたいですよね。あの、3DS、前作が確か 3DS で出てて、あの、カメラみたいな感じで、お、あの、3DS を構えることができてたんですよね。あのシステム面白いなって思ったんですけど、今度の、おー、霊石のかけら、紅、赤かな。お、すごいポイント稼いだ。そう、3DS を構えてたっていうのが、あって、それを受け継いでなのか、Wii U の、あの、ゲームパッドをカメラに見立てて、遊べるらしいですね。あー、ここだわー、ここかー。やばい、こっから先、いい思い出が全然、いい思い出はまあないか。出たよ。気づかれた。親方ですね。はい、もう霊というよりゾンビ。ちょっともうあまりにも異様すぎるので、どこどこどこ、ちょっと待って、音が激しい音がしてるけど、これ何、周りにもいるの？一人？1対1だったっけこれ。どんなパターンだったかもう忘れちゃって、うわもうガシャンガシャンって音が右で鳴ってたり左で鳴ってたりが、もうかく乱作戦かな。どこだ、いたいたいた、全然見えない、柱と重なってるけど。こっちか、フラッシュないのかな、フラッシュ、あ、フラッシュあるか。お、佇んでいる。やばい、全然減らないなこれ。ちょっとフィルム変えよう、61にします。ほい、あれかな、ちょっとフェイタルフレーム狙ってった方がいいのかな。ただ下手に狙ってて死ぬのも嫌なんだけどな。ガシャンガシャンと、え、普通に歩いてるけど、おし、来た、暗い、よし、おお、大ダメージ、うわ後ろ、横、う、後ろ、前、見えない見えない見えない、お、え、おお、なんか飛んできた、バシッと、あ、よかった。おお、だから、これフィルム変えといた方がいいかな。61。なんか回り道がすごいね。ああ、早っ、ちょっと、今のちょっと早すぎでしょ、攻撃が。いや、
うそ、うそ、うそ、うわ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 、どこ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 、ちょっと待って、回復する。うわぁ、スピード速っ。構えてから攻撃繰り出すまでが、間隔が短す、おっと、どこ？用心しながら立ち止まって相手を見ているんですが、あれどこ行った？この辺にいるはず。いたいたいた。あ、なんだなんだなんだ今のぼやーっていうの。いやーもう、う、後ろ、うわ、後ろ。あ、後ろっつっても結構距離はあるな。出た、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 出た。あ、一応当たった。おぉ、あとちょっとだ。蘇られそうだな、なんか。9みたいな。あ、そういえば霊力使うのすっかり忘れてたな。見える、見えるぞ。消えちゃった。あ、いた。当てるよ。ジャブ。最後の最後にこんなやられ方をするとは思っていなかっただろうが。おっと、消えた。一瞬消えたのか。ほい。あー、予想通り。こっからだな、確か。蘇ってからか、こういうのめんどくさいんだよな。ヒットポイント回復するっていうのがよくわかんないんだよね。うわ、なになになに。あ、宮司出てきちゃったよ。ほ、空中浮遊。あっと、外された。2人とか挟まれてるとか。うわ、なんかすり抜けちゃった。ああ、顔が飛んでくる。あ、本物が出てきた。あ、本物逃げちゃった。あ、いたいたいた。こいつ本物でしょ。やべ、ヒットポイント高いな。フィルム足りるかな。よいしょ。あ、ガシャ。やべ、逃げようと思った方向にいた。あ、消えちゃう感じ。あ、なんかやってくる感じかな。あー、またかよ。こんなところでフィルムを無駄にしたくない。重なってみる。ちょっと待って、ちょっと待って。何の、おう、顔が飛んできた。真後ろにいるじゃんかよ。おう、ちょっと待って、挟まれてんのはよくない。おお、本体が出てきた。よいしょ。うわー、いって、うわ、結構食らう。真後ろにいたよ今。真後ろじゃないか、後ろにいるのか、後ろにいるのか。おお、どこにいるんだ、ゾンビ。ちょっとこれ長いな。あ、
うわ、またかよ。これめんどくさいね、この人。おう。あ、ちょっと早すぎたかな。フェイタルコンボ入ったけれども、というやつだな。ちょっとどこにいんの？どこ？いた。呼ばれて飛び出て、じゃ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 ーんってやつ。狂い。あ、ちょっとちょっとちょっと。うわ、またかよ。もういい加減にしてくんないかな。あ、いた。やば。後ろから突かれた。あー、もうこんなんで苦戦してたらナイトメアなんていけなくねえか。いって、殴られたし。だからフェイタルコンボを入れさせてくれ。もうのそのと歩いてる場合じゃないよ。召喚される前に倒したい。こんなところでグダグダして終わりたくない。終わりたくないっていうか、これ以上グダグダしたくないんですよ。よし、よしよしよし、結構入ってるぞ。おお、明るい。わあ、逃げられた。どこだ。おいおいおい。あ、また出されたよ。もうあい、霊視をいただく。後ろ。あ、本体出てきた。あれ、かく乱作戦がうまいですな。あ、また出てきたし。この人たちいなくなるまでちょっと逃げ回ってないといけないんだよな。あれ、結構ダメージ入ってんな。あやっ、危ねえ。うわ、顔。だからなんで顔。ああ、もう、いやー、こんなとこで苦戦したくないけれども、パターンがワンパターンなのか、こいつは。ワンパターンなのかって聞くのも変だけど。うわー、ガードしようとしちゃった。ガードできないわ。お、現れた。うわ、またそれ。この人らさっさと始末した方がいいのかな。だから、そう、二手に分かれるのやめようぜ。あ、やばい、これやばいんじゃない。当たるよね。ちょっと待って、誘導してる。これやべえ、死ぬ気がする。ちょっと万葉丸がっつり使ってんじゃんかよ。あれ、紫の人いなかったっけな。この人ら倒しちゃった方がいいのかな。あ、よし、がっつり減らしていきましょうか。やべ、フィルム変なのにしちゃった。めっちゃ高いのにしちゃったよ。
高いの？値段はわかんないか。お、お。やべ。安いのだ。あ、また召喚だ。ひとまずどっちか倒しちゃおうかな。よし。あどっちかっていうか両方倒しちゃった。出てきたな。どこだ？親方。親方？横かよ。いた。歩いてー。うわ、まだ？結構しぶといね。さすが。親方。これでラストでしょ。ようやく終わった。長いよ。ちょっと出演時間。お。ふへえ。霊がいた場所に何か残されていた。ああ、やべえ、この漢字調べてね、サイヌシの鍵でいいのかな。鍵に蝶の模様が刻まれている。なんだこりゃ。何これ。何クジャク石って読むの？わかんない。ケークジャク石？ちょっと聞いて終わるっていうか、セーブしたいな。あ、そこね。ラジオ。あ、眉の守り聞いてなかった。クジャク石や美しく磨かれた石。サイヌシらしき霊が残したもの。奇跡とかいろんな用語ありましたよね。なんかいまいち言葉が難しくて理解できてないところもあるんですけれども、なんだっけ奇跡って。こっちがセーブだったかな。そうですね。さてさて、いよいよ終盤というか最終盤になってきました。こっからちょっと戦が今のの後から続くんで、